はい、どうもおじさんです。ということでクイックオイルチェンジの時間がやってまいりました。クイックにやってみましょう。はい、準備、新オイル入れる準備してます。受けるトレー、10ミリレンチ、チョップタオル、オイルが行くゴミ箱、蓋となっております。ということで本当はつなぎでやった方がいいんだけど、多分おじさんの長年の経験でささっとできるんで汚れずにできると思う。ドバッてかかったりしておいて、ちょっと背中が汚れるかなって、その危険性がつけてこう入って、どうも開けて、手の届くところにこれね全部置いといて、でこれね。今ね、あれを開けてます。ドレイン。OK。こんな感じ。はい。ちょうど角度的には、多分この角度がいいかな。まずこれ緩めて、これね、要はこうやって置いてやんない理由があって、ここのリップあるでしょ、これ、このゴム、これ要はこのままやるとこっち側垂れてっちゃうんですよ。それで結構ベトベトになる。だからこれここまでこう上げとこう、こうやってこうやってね、こうじゃなくてここまで、そうするとクリーンにオイル交換できるんですよ。それ技だから、手で押さえる。ただ手で押さえてもオイルがちょっと入ってくるとこれがやばいからペコッとなっちゃうんで、これちょっと注意が必要なんですよね。あと今日ちょっと、昨日よりはマシだけど、ちょっと風があると気をつけないと、こういうトレーをこうやって最後終わってこうやって下ろすときにジャパッてかかることなんですね。でこう今練習してます。こうやってやって、入れるのも入れなきゃなんないんでね、尻尾取って入れて、これやったまま入れて、でこう隙間があるか、ここ大丈夫できそうです。やってみましょう。なんかせっかくだからオイル出るとこ取りたいですよね、たまには。危険なことしてます。カメラそばに見て、わかりますか、こうやってやっとくことによってクリーンにオイル交換できるって話ね。結構黒くなってます。100時間くらいはもう使ってると思う。ちなみにオイル交換する前に少しエンジン回してます、軽くね。だけどそんな気にしないです正直。もう全部抜くのは不可能なんで、まあ抜けるところまでちょっと抜いて、ちょっとというかそこそこ抜いて、であとはフレッシュオイル入れて終わり、そう考えてます。昔は神経質に考えてたんですけどね、最近はもうあんま考えてないです。手が届かないんで、でポイントはこれでこの片手でオイルトレーを押さえながら
オイルを入れる、こういう感じね。要はその入れ口のオイル、なんていうの、オイルのフルの位置が入れるところからちょっと垂れてくるぐらいで満タンなんですよ。だから垂れてくるとしても、あ、もう満タン、あ、やばい、満タンになりました。OK、 閉めましょう。確認、再確認、 OK、 ね、閉めます。で、拭きます。で、このオイルパンをこぼさないようにまず移動するのがポイント。風で跳ねないところに、で、そうすることによって、前はここにベトッとついてたんですよ。要はここから垂れちゃったやつがね。だけど今のテックを使うともう綺麗、ドライ。分かっていただけましたでしょうか。それがおじさんテクニックね。で、忘れる前に閉める。このぐらいでしょう。もうこれで完了。クイックオイルチェンジね。で、ちょっとエンジンかけてみましょうか。念のためね。っていうかね、もうこのぐらい、半分ちょいぐらいですかね。大丈夫です。いつもやってるんで分かってるんで、オイルの量もチェックしないです。大丈夫、大丈夫です。自信あります。で、閉めて、かける前にまず片します。で、片付け方はまあもったいないですけどね、正直ね。まだもう1回分くらいあるんだけど、廃油の処理があるからもう1回ずつ捨ててます、正直で。やって、閉める準備して、これがあるからね、風のあるときやっちゃダメなんですよ。風があるときにだってやばいことになる。で、縁をやって、ね、縁をこうやってやって入れる。入れます。風吹いてます。風向き、お気をつけましょう。こんな感じ。トロ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 。こういうことがあるんで、このゴミ袋をちゃんとね、準備してる話ね。大方入ります、ちゃんと。ね、OK。 で、これ閉める。そしたら漏れてこない、もう。ということで、とりあえずちょっと上げて、今とか一時的に上げて、ね、これで安心、これで心配ないです。じゃあちょっとエンジンかけてみましょう。はい、どうも、これね。ということで、クイックオイルチェンジ完了。あ、じゃあ次の作業を迎えます。後ほど。はい、どうも。